ただいま、ただいまの時間こちらでございますね。6時28分でございます。2020年の8月18日でございますね。コーヒー炒めでございます。今日はですね、見たこちらの、こちらですね、サイフォンコーヒーやってみたいと思います。で、使うサイフォンはこちらでございますね。布でございますね。こちらの布でございます。同じね、ハリオなんですけどもね、紙のドリップペーパー式の方もございまして、今回は布の方を、使いたいと思います。で、まあ、早速セットしていきたいと思いますけども、この布付きの、このね、フィルター、これをセットしましてですね、こうですね、こうですね。それでここにコーヒー豆を入れていきますけども、今日のコーヒー豆ですが、前回と同様にこちらを使いたいと思います。これですね、これはですね、袋がない。これですかね。これですね。スターバックスのコーヒーですね。ライトノートプレートでございます。スターバックスもね、結構皆さん利用しているんでね、馴染みのあるコーヒー屋さんだと思いますよね。で、使う豆は、要はですね、まあ適当に入れていますけどもね、グラムにすれば、まあ、大体 12、3グラムと少なめにしております。はい、では入れましょう。はい、ということでこちらに入りました。これですね。で、こう鳴らしておきまして、こちらにお湯を入れます。まあこれで半分ちょっと超えてますけども、このぐらい入れてましてですね、やりたいと思います。それでこちらに火を入れまして、早速こんな感じですね。あとは沸騰するのを待ちましょう。はい、では沸騰してきましたので入れていきましょう。そうしますと、上へ上がってくるということでございますね。ちょっとヘラを忘れてしまったんで、これ入れて棒でいきましょう。本当はね、ヘラでかきましたもんね。ちょっと持つの忘れました。はい、まあそんな手でございます。まあ上から見るとこんな感じですけどね。ここでね、まあ30秒40秒くらい置いておきまして、もうすぐ火を放します。あんまりねやってもあれなんでね、最後にちょっとかき回して、で、そして火を放しましょう。はい、まあ本当はヘラでかき回して
では火を離します。はい、そうしますと上から下へこう落ちるということでございますね。層になってるといいんですよね。泡とね、カスとそれからあの液、この3つに分かれるとなんかいいらしいですよね。で、布っていうことでございましてですね、あの紙のフィルターのサイフォンもございますけれども、そちらよりもややこう渋みがあるという私が飲んだ後の直感ですけどもね。まあ、そういうのがございましてですね、まあ、それが嫌だっていう人はまあドリッパーとかね、紙のドリッパー付きの方がいいかもしれないですね。ということで全部落ち切りましたからですね、では取りましょうか。サーバーに移します。ちょっと見えない、こうですね、はい、熱々のね、出来立てのコーヒーを入れました。そしてですね、これをどうするのかと言いますと、こちらに用意しました氷水です。氷水にね、ちょっと浸そうかなとということでございます。こんな感じですね。ということで、また時間を待たなきゃいけないということでございます。ちょっとしばらくお待ち。はい、ではですね、まあ10分まではいかないですけどもね、7、8分ぐらい経ちました。で、ややこう冷えたって感じですかね。まあ保冷剤も入ってますけどもね。まあ氷もちょっと若干入れました。で、まあ、このぐらいでいいでしょうかね。で、若干冷えておりましたところに、氷の入ったグラス、こちら用意しました。で、ここへ移すっていうわけでございますね。まあ、氷も入ってますんで、そんなに、冷たくしなんでもいいような感じもしますけどもね。はい。ということで。ということで、今日の、コーヒーでございます。完成でございます。はい、今日のコーヒーでございます。今日のコーヒーでございます。今日はね、ちょっとね、浸そう、冷たく、氷入れるんではなくてね、氷水に浸すっていう方法もあったっていうことでございましてですね、今日はそちらの方法でやってみました。で、まあ、早速いただいてみますけども、まあ紙のペーパーではないんで、ちょっとね、若干ね、あると、苦味がね、あるということでございます。いただきます。うん、コーヒーの濃さがね、結構出てるんじゃないかというふうに気がいたします。ではここで今日のお菓子でございます。今日のお菓子こちらでございます。はい、緑色をしておりますけどね、セブンイレブンでございますね。セブンイレブンの、で買ってまいりました。こちらスプーンでございます。で、ものはこちらでございます。わらび餅、宇治抹茶、ラテゼリーでございますね。見えますかね、わらび餅、宇治抹茶、ラテゼリーということでございます。で、わらび餅っていうのは前回なんか出たような気がいたしますけども、ですけども、まあそれとほとんど同じですかね。
前回もなんかわらび餅って食べたような気がするけど、まあ今回もっていうことでちょっとこれね、あの富士抹茶っていうことで、あ、前回食べましたね。前回と同じです。2回目でございます。蓋を取りまして、では早速いただいてみることにいたします。上から見るとこんな感じでございますね。見えますかね。こんな感じですね。クリームでなってますね。で、宇治抹茶のソース、ソースですかね。あ、固まってます。ソースじゃなくて、あのこういうにプリンみたいな感じですね。はい、ではいただきます。あの抹茶の香りがね、ブーンとこによって風味があって結構いい感じなんでしょうかね。ではもう一つこの下の方、これがね、あの緑のやつは、これわらび餅なんですね。わらび餅、うん、あのプリプリして美味しいですね。これは甘さ結構あるんでね、あのもうずっとね前からブラックで飲んでますけど、これはもう全然ブラックでいけるんじゃないでしょうかね。これね、あのクリームと一緒にね、この生クリームと一緒にね、あのつけていただいた方がいいんじゃないかと。このプニプニとしたこのわらび餅ですね、これも小さいサイズでね、食べやすい大きさじゃないでしょうかね、うん、非常に美味しい美味しいデザートでございます。ということでございまして、今日の、お茶はですね、お茶じゃなくて今日のコーヒーでの今日コーヒータイムでございますけども、こちら宇治抹茶ラテゼリー、こちらをデザート、お菓子といきまして、コーヒーをいただきました。ということでございまして、残りはね、撮影した後にね、じっくり味わって、いたいと思います。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。次回をお楽しみまたやりますので、よろしくお願いいたします。では、この辺でお開きいたします。ご視聴ありがとうございました。